ニナさん、先生こんばんは。初めてコメントさせていただきます。ありがとうございます。憲法改正で改正案にある97条の基本的人権の尊重の削除を行う必要性について先生のお考えを、お伺いいただけますでしょうか。憲法は矛盾しないように解釈する前提であればわざわざ削除する必要はないのではないかと思うのですが、97条を削除する必要性しなかった場合の不都合な点をご教授いただければと思います。そうですね、基本的人権の尊重、憲法の97、ちょっと自民党案でそれは入ってましたかね。ちょっと待ってください。自民党案ではどうだったかな。憲法改正というのを、よくね、改正すべきかすべきじゃないかみたいに世論調査とかありますけども、これもおかしな話で、どう改正するかっていうのがあったときに初めてそれに対して賛成とか反対とか言えるわけですよね。で、憲法改正というと、自民党も野党だった時の自民党支持案もありますし、今ね、いくつか選挙でも出してきたポイントいくつかあるんですけど、緊急事態条項とかね、憲法9条に過失するとかそういう話になってますよね。でそこの中にですね、すみません、97条の削除っていうのは自民党案であったのか。一応ちょっと97条読みますね、条文をね。この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に耐え現在および将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものであると。これ自体、この97条の条文自体はほぼ意味のない条文なんですね。基本的人権の尊重というのはもっと前に条文がありますの で、この97条というのは、これ私ちょうど工学館大学でね、毎年授業しているところなんですけども、人権とか基本的人権の尊重というのがどういう経緯を経てね、認められてきたかっていう、これは日本と西洋では全然背景が違うわけですよ。別に日本人って何か民衆が立ち上がってなんか天皇をぶっ倒して、主権を手に入れてね、初めて人権を得たとかっていう、そういう歴史的事実が存在しないですよね。ところがフランスでは国王の国家であり、人民も国王の所有物で、そして人民が虐げられてきた、で立ち上がって国王を捕まえて処刑して、初めて自分たちが国家の主だガハハとか言いながらね、そこで初めて人権というものを手に入れた。要するにこの闘争によって、革命によって手に入れたのが人権なわけですよね。はい、だからね、西洋人が人権を獲得した、歴史的経緯と日本人が人権を獲得したその歴史的経緯は全く異なるわけですよ。だからね、ここで今の97条を読んでいただいて気づいた方いらっしゃると思うんですけども、ここポイントなんですよ。よく聞いておいてください。この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これフランス革命の話ですから、それ日本人関係ないですよ。多年にわたる自由獲得の努力の成果によって私たちが、基本的人権を持っているわけではないわけですから、どっから来てんのって言ったら、もともと縄文時代から来てるわけですからね。縄文時代戦争ないわけです。弥生時代戦争もないわけです。ただ弥生時代晩期になって、多分人口が増えてきたんでしょうね。食料安定的にね、確保できるようになって増えてきた。そこでおそらく火山の噴火か、異常気象かなんかあったんでしょう。食べるものなくなっちゃって隣村を襲うようになった。なので、日本国内で初めてね、動乱というのが、戦争の形跡が見えてくるのが弥生時代の後期というか晩期なんですよね。その時代の方が神武天皇ですよ。神武天皇はね、日本人同士が殺し合いをしちゃいけないって言って立ち上がり、日本国を建てるわけだから、普通だったらね、戦争して勝った者が王になるのがね、中国でもヨーロッパでも当然なんですけども、日本の場合はみんなね、戦争をやめようって言った、それが神武天皇なわけですよね。はい、そして神武天皇は国民が幸せになるために国を建てたわけですから、仁徳天皇もおっしゃってますよね、古事記日本書紀に書かれてます。国民が幸せになって初めて天皇が幸せになれると。ですから天皇にとって国民の幸せが最高の喜びであり、国民が幸せになることが天皇にとっての全てなわけですよ。これはもう
生態号がね庭作ってね、国家財政が傾いたとか、ルイ14世がね鎮和国家なりとかなんとか言ってね、贅沢三昧の限りを尽くしてね戦争に加担してねズブズブになっていったとか、そういうですね、国民と国王というのがそもそも対立関係にあるという、そういう西洋の構造と日本は全然違うわけですよね。ですから天皇と国民を目指しているものが一緒なわけですよ。天皇が得をしたら国民が損をするとか、国民が得をしたら天皇が損をするってないわけです。国民が幸せになることが天皇にとって最高の、ね未来なわけだから、はい、だから天皇と国民が対立関係に入ったことは一度もない。そして、まさに2000年にわたる我が国の歴史の中で天皇と国民がですねお互い戦争をしたり天皇を倒せなんていう戦争が起きたことは存在しないわけですよね。だそういう日本の歴史と、いやヨーロッパでぐちゃぐちゃの血みどろの戦争を経てようやくね彼らが人権というものを手に入れた、全然経緯が違うわけですよ。だからこれね GHQ が押し付けられた憲法ですからこういうふうになってるわけですよ。もう一回読みますよ。事実じゃないわけですこれね。この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え現在及び将来の国民に対し犯すことのできない永久の権利として信託されたものである。はい、西洋ではねっていうことですよ、括弧でね。まあそれ言うんだったらいいけど、だったらところで日本ではみたいなね、まあ、そうなんかこう言わさせられたわけですよね。人権というのはこういうねもう厳しい試練の下でね、手に入れたもんだよねと。だから GHQ のね GHQ で、もう数人がわずか数日で書き上げたのは日本国憲法草案ですから、日本もそうでしょって勘違いしてるわけですよ。そんなね弥生時代、まあ、だって縄文時代弥生時代、通じて3万年間ですよ、ほぼ戦争がない。でその後国ができてもその後ずっと戦争がないわけですから、で起きたって人心の乱、皇族同士の抗争とかね、あの上級の変、ね、上皇とねまあ、将軍というか執権というか、国民となんていうのがないわけですから、だから GHQ の人たちも違うのみたいな、いや他年の努力の結果人権あるっしょみたいなね、いやだから GHQ の人がこの本を読んでいたらですねこういう条文にはならなかったはずなんですよ。あ、日本って違うんだって、日本人最初から人権あったんじゃんみたいなことになるので、でもこれ壮大な勘違いなんですよね。まさかそんな国があると思ってないんですよ。かつてね古い時代国民なんてものはね王権の下で踏みにじられてきたと、と思ってるわけですよ、だから無知から生まれた壮大な勘違いなんですね。日本違うの？お呼びでないって話ですから。別にこの基本的人権というのはもっと前にちゃんと人権の章があって書かれているので、ここで初めて基本的人権が、まあ、言及されているわけではないので、まあね、人権というのはこういう歴史があったものだから発展させていこうね、みたいなことで、法的な意味合いというのはあんまりないんですよね。だからそんな人類における多年のなんとかの歴史であり、みたいなね。で、それ、ただ一般的に人類世界で語ってればいいんですけども、これ主語がね、この憲法が日本国民に保障する基本的人権はっていうのが主語ですから事実じゃないわけですよ。で、日本国憲法はどこから来てるかって言ったら大日本帝国憲法から来てるわけで、大日本帝国憲法はどこから来てるかって言ったら、これはもう天上無給の進捗とか天孫降臨のね、進捗になるわけですからね。ですから別に日本は日本で、いや外国のね、例えば憲法という法典を作るといいよとかね、議会というものを設置するといいよっていうのは、なるほどそうかっていう、そういうテクニックは学びましたよ。でも真になる部分はずっと日本はあったわけ。だってもし日本国民がね、このね、為政者をぶっ倒せば、俺たちは初めてね、人間として幸せになれるんだみたいな日本国民が思ったら、そんな政権倒してますよ。だいたいですね、幕府だって国民に倒された幕府なんかありませんからね。王朝そのものを倒そうなんて戦争が起こされたこともないわけですから、はい、ですからね、違うんですよ根っこが、はい、だからそういう意味で言うとこの憲法97条っていうのは事実じゃないことが書かれているので、まあ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 なくせるんだったら
なくしてまえばという感じですね。別にこれを残すことによって守られる何かがあるかというと別にないんで、努力目標みたいな、こんなね苦労して手に入れたもんなんだから大切にしよう、将来にわたって発展させようという程度のね、ものでしかないので、まあまあまあ、なくてもいいとこであって、でしかもこんなこと書いてるからこそ初めてね GHQ 様によって日本国民はねアメリカのおかげで人権が与えられたかのようなね誤解を生じるので、事実じゃないこと書いてあるので、まあまあ消せるなら消したらいいんじゃねという程度ですね。ただこれどうかな、あれ、自民党案にこれ消すって入ってたかな、ちょっとすいません、この前の選挙の時に自民党が出してたね憲法改正のポイントっていうのは多分このポイント入ってなかったと思うんですけども、まあまあどちらかというともう9条さえちゃんとね変えてくれれば、あとはまあまあどうでもいいかなという感じですね。1に9条2に9条3しかなくて5に9条という感じですからね、9条以外はまあまあ本当さまつな話なんです。まあまあ97条をなくせるんだったらまあなくしていいんじゃないかな、事実じゃないからというのが私の見解でございます。はい、でも97条についてね質問を投げかけてくださいましてありがとうございました。こういう機会でもないとねなかなか97条の解説なんかしませんからね、ありがとうございます